あるじゃんやっぱまだこういうのないとやっぱ終わんないよねはい皆さんこんにちはトツです本日は大の大冒険こちら見ていきたいと思いますよろしくおはようございします 先週はね、えー、ポップが、ま、シグマと対決する流れになり、まあ、その中で、賢者じゃなくて、大魔道士だよっていうね、また熱いセリフがあって、さらには、その戦い見事勝利収めた後はね、あの、マームとのやりとりがありまして、まさかのね、ポップの方から好きだって気持ちを伝えて、しかも一度だけ二度も伝えてね、マームがね、少したじろぐような様子もあってさ、けどま、その場ではちょっと答えはね、まあ、ヒュンケルのこともあるし、出なくて、早くこの戦い終わって一体この恋愛関係に関してね、どんな結末が出るのか、 そこも楽しみなんですが、まあ、この大の大冒険その戦いだけではなくてね、非常にその魅力的な女性キャラクターがたくさんいまして、男性人との恋愛問題っていうのもまあいろいろ書かれてきているんですが、で皆さんはねその中でもどの女性のキャラクターが好きでしょうか。まあ、これはねぜひコメントで聞いてみたいなと思います。で僕がここまで大の大冒険見てきてね、まあ好きだった女性のね変遷っていうのを一回ここで見ていきたいと思うんですが、基本的にはね、今も変わらずずっと押してきているのはレオナになります。あの年でね一国の王女として 大人たちの前に立って人頭指揮をとっているあのリリッサと大んたちの前で見せるその少女としてのね顔っていうのが非常に良くてですね出てきた当初からまあずっと大好きなんですがここ最近ねその大好きなキャラを脅かすねダークホースが登場してきましたまさかこのキャラクターがこんなことになるなんてっていうね僕の中では思いもしなかった状態なんですがこのレオナ姫の好感度がずっと高いところをキープしていたとしたらこのメルルってキャラクターはいや可愛いけども ずっっと下を行ってたんだよね僕の中で,でそれが前回のあのバーンパレス行くきっかけになったミナカト通る発動の時のお話によってビューンと上がってしまいましてあのリアクションしている時にもねめるる推しになってしまったって話したけどもやっぱりこのめるル,ルって存在が今も頭の中でこの「大の大冒険」では大きくてですねやレオナもいいんだけどやっぱメルルもなーっていうところがあるんだよねで多分このめるル,ルって報われないキャラクターになると思うんですよ なんかそういうことを考えちゃうとやっぱメルルがねなんかますますいとおしくなってしまって今この1位2位争いっていうのはねまあ熾烈な状態でこの2人がやっているんですがそこにまたね割って入るようにマームがね前回アムドによってあられもない姿になりましてあのポニテといいねその丸見えですよそのハイレグがっていうところもあって見た目かよっていうところなんだけどもいや元もちろんねその性格っていう部分もこの子もすごい勝ち気なところあるじゃないですかで僕基本的に ああいうね、強い性格の女性が好きなんで、このマームに関してもね、やっぱ大好きです。ま、ただ申し訳ないけど、やっぱ僕は、レオナの方がね、推しなんですよね。多分ね、そこに影響してるのが、結局、ヒュンケルとポップっていうね、二人の男性がいるからだと思うんだよね。あそこら辺がしっかり、誰か一人に見定めていてくれたら、もしかしたらここら辺ね、ちょっと立場変わってきたのかなってとこがあるかもしれないんですが、ま,あ、まだマームに関してはね、この後も色々この色恋沙汰描かれると思うので、もちろん戦闘もあります そこら辺次第ではねまたここの2人を追いい抜くってことも大いにあるのかなと思っていますますあ僕の中では基本的にレオナから始まり、まあ、メルルが追い抜いていきそうになり、そこに前回のアムドのマームも加わってっていう、ここがトップ3で今三つどもえの状態なんですが、この3人だけじゃなくてね、他にもフローラさんだったり、エイミだったり、あと偽勇者一行のね、僧侶の人だったりと、本当に気になるキャラクターはね、たくさんいるんですが、まあぜひ皆さんもね、この大の大冒険1話から見ていって、どんな感じで好感度が上がって、 ととかそのの僕はずっとこの人が好きで、すととかねね、まあ、そういう熱い思いいいい熱思思ぜひコメントでた、ね、ただけたらと思いますでえー、僕ね、ちょっと最近この恋愛問題にちょっとアニメの中でもリアクションしてて熱くなりがちなんですが、本筋の方のね、バトルの方なんですけどこちらもね、いよいよこのハドラー君との戦いっていうのが最終局面をね、迎えそうです。で、今までもね、何回かお話としてね、ここ出させていただいてるので、まあさらっと改めてご紹介させていただきますが、まあこの戦いの結末っていうのがね、そのタイムリミットで終わるのか、ちゃんと戦いの中で 終わんのかっていうのが僕がまず気にしているところできればもちろんハドラー君のこと大好きだしダイ、まあ、君と戦いの中で勝負に敗れてってことになっちゃうけどもまあ、やられてほしいなって思うんですよでその戦いの最中にねあとヒムが駆けつけるかどうか前回ヒュンケルとの戦いに、ね、あっという間に終わってしまってるっていうのがあるので駆けつけたところで結局このヒムに関してもさハドラーと道連れなわけだからただそれでもね亡くなる時に誰か寄り添ってくれる存在がいてくれたらね一人で死ぬのとは違うと思うしっていうところがあ あってこれね、僕自分で今言ってて、こういう展開来ちゃったら絶対に焼いちゃうと思うんすよ。敵だからよっしゃーだて言える存在じゃんさ、ハドラーくんもなくなっちゃってるんで、むしろほんと、港通るんだから一生にいてもいいくらい好きなキャラクターだからさ。だからなんかワンチャンこのハドラーにしてもヒムにしてもさ、大魔王バンと戦う中にいてくれたら一番良かったんだけども。あけどさすがにね、今回はこの巡業っていうのがあるんで、黙ってね、今後の展開見守っていきたいと思います。で、ダイくんね、新しい技、あの、ノバとね、開発してる様子があって、 それが多分この戦いで出てくると思うんんですけどどもも一体なな技なのかここもねやはり注目してみたいとと思いいますというわけでね、今週から大君とハドルの戦い始まりますが、一体何話使って描くのかね、まさか今週1話で終わるとは思えないんで、戦闘シーンもね、相当神作が続くかと思いますので、期待しています。まあ、それではね、いよいよ最終決戦、こちらをね、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。えー、皆さんも録画したもの、もしくはビデオンのものと使って一緒にお楽しみください。簡単な問題さん押してオープスタートです。 よろししく頼むぞ3 2 1はい始まりまりた、えー、今週はね、まあ、大君対ハドラーここも気になるんですがやはり一方ねその頃今地上で頑張っているこのクロコダインのおっさんね、えー、こっちに僕ちょっと一回フォーカスを、ね、向けたいなと思うんですが。 えー、このあとねこれ今ザボエラと必死に戦ってる最中だと思うんですが、まあ、決着は当然ついて、まあ、いよいよこの最後の団長であるザボエラやられるって流れになるかと思いますでその後にだよバーンパレスの方にクロコダイのおっさんが来てくれるのかっていうのが僕は今非常に気になっておりましてあのー、このまんまノバたちやあのー、今いるロンベルクさんたちと一緒に 地上舞台になっちゃうんじゃないかなっていう、ちょっとそういう心配もあってさ、できたら僕の中では、ポップとかダイ君とかもちろんヒュンケンに対して、あの、バンパレスに来てさ、熱い言葉を、みんなの兄貴としてさ、親分として投げかけてほしいんだよね。え、だから、この後、ぜひ個人的にはバンパレスに来てほしいんですよ。 だそこが今どうなるのかっていうのが本当に頭から離れない問題になっている。で、一方、まあ、ゴメちゃんね、今、レオナと共に来てるけども、ここら辺のね、そろそろ秘密っていうのも描いてもらいたいなと。今まさにラストにいるけど。さあ、神竜えどういうことだって、神とかついてたっけ 今まで。なんか進化するのダイ君ここに来てそういうことわからん。なんだどういう意味だ神竜って。いや、けどなんか、ハドラー、なんか最終的にはダイ君がさ、立ってると思うんだよね。ってことを考えると、ちょっと今回はハドラーを応援したくなる気持ちもあるんだよな。 うん。逃げてきちゃった。言い方。レオナ、かわいい。うん。なんかもう段違いの戦いしてんだろうね。あ、えバーン様知らんか過去になんかあったあれなんだ。 だから、この二人の戦いを、バーン様がそれに例えてくれるってことうん。両巨頭。ベルザーか竜って言ったら。名竜王っていたよね。おー、やっぱり雷竜、ボルクス。そんなのいたんだ。 ああ、これが。え、けどさ、これをなんか思い起こすようだってことはさ、バーン様このお二人、実力を認めてくれてるってことだよね。はあ。うわ、やべ<ー> <laughs> 離れて正解だったわ、レオナ。 うん、ベルザーでしょうだよねじゃなきゃおかしいよなあーそれで名竜王にうーんだからまさにそれと同じような感じなのねこの二人。<laughs> いやけど、こうやって言ってくれるやっぱバーン様、魅力的だよね。うん。いやーけど、ここでさ、二人がさ、ちょっと消耗しちゃうのが、この後、バーン戦とかがあった時に、ちょっと大変じゃない いやけど、ここは男同士の1対1の戦いな、おー,ほほほーいえ今投げたのは、ロンベルクさんが作ったあれなんじゃないのアムドの中にあったから。それすらも溶けちゃうみたいな。うーん。うん。え、別に抜いたら溶けちゃうとかじゃないよね。ああえ マジでいや、かっこ休みだろ、それ。こう、もう、ラストで出すんだ。じゃあ、それが合図だね、この戦いが終わる。うーん、ハードラ、頑張れもう、ここはちょっと、ダイ君、いろいろ、あれだけど、申し訳ないけど、いや、ちょっと、けど、ダイ君も、いや、どうするみんな、どう見るのこれ。大好きだぜ、どっちも。 いやけど、ハドラーは、アバン先生やってるからな、とか、そこら辺思うとね。えいや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 え撃つのうん。うん。えあー。やけど、それはハドラーも一生あー、体格差 え、けど一応、ト通るとか、このタイムリミットとか考えると、ハドラー君もちょっと弱ってきてるんじゃないとか、なんか俺、ハドラー寄りになってる。まあへ。魔王軍に入んのか、俺は。うん、レオーナ。あ、えやっちゃうのポップ。うんなんだなんだなんだ。うん。ゴメちゃん見て。 どういうことあ、こっちこっちあきたえ、なに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 何なのいやそこ <laughs> ついにあ、甘さ純情 だから、純粋とか純真とか、いやー、絶対それだと思ってたんだよ。<laughs> 当たってたじゃん。ほら<ラ>。けど外してた。候補から外してたよ。<laughs> いやー。 惜しいもうほぼ俺ニアミスじゃんうんいやーこういうとこ好きよレオナ立派いや すさまじい場数を踏んできたんだろうなあの年で大人とさ政治的なやり取りとか、うん、来るえなんっるえな何だあー抜くのえっ抜いたら終わっちゃうんじゃないもうえあれあの技編み出した。 うん。ああ、やってみろよって感じかいハードラー。<laughs> 一番好きとか言わないで <laughs>。抜いた。抜いたよ。ああ、出てきた。ってことは、もうこっちもうーん。えー、一話で終わるの うそ !3 話くらいはいくかと思ったのに。んなんだえどういうことうん。 じゃあ敗者にまとめてぶつかるのか <laughs> やべ<びー笑>ええー、えハードランなんのかじゃあ、あのベルザーとの戦いであっちは食らっちゃったんだ やばー <laughs> えー、いや怖すぎいやけどこれ意外と大君の方来ちゃったりしてうんはーいいや大君 うん。いや、どうかないや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 なんかあるぞ、絶対に。だからやっぱここでノバノだいや、なんなんだろうね。アローとかブレイクとかやってた時のあれ。ええー。 いや、ギガブレイクとか使っちゃったら、痺れるけどな、お父さんの。<laughs> かっこいいえ <laughs>、ただのアバンストラッシュじゃないはずだよ、絶対。<laughs> いい。さあ、来ました。ねえ、これ本当にさ、終わっちゃうのもう勝負決着つきそうだよ <laughs> いや、かっこいい。<laughs> いや、そのポーズよ。<laughs> うん。アバン先生なだそんなことがあったのに、こんな風に今、ハトラー頑張るとか言っちゃう俺。でそういう風にこれを作ってきた原作の先生、やばい。<laughs> だから絶対違う、違うんだよ。あ、わかってんだ。え、大工もわかってんの <laughs> なんでわかってんの <laughs> すげえなうん,うんうん来た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 バチバチしてるよねえなんかうんあーしかもこれバーンに見られちゃうよね 出し惜しみするあれじゃないけど、見られたら対策立てられちゃうんじゃん。い <laughs>？来る。<laughs> なんか来るぞ。いやー、これどうしよう。どう見たらいいの。いやー。 ードラー君やられちゃうのかなうわいい顔またく、うん、けど頑張ってほしい <laughs> もう複雑 <laughs> ええあくるいや複雑複雑複雑うん <laughs> いやかっこいいです あろううん。飛ばしただけなんじゃないけ、こっからなんかあんのか目隠しか。んー、鈴風ぜ。え、こっからだよ、多分。んうん。だからよ、近距離でね。ああー そういうこといや、だから同時に行くわけだね、アーローとブレイクが。あ、べえクロス <laughs> アバンストラッシュクロス <laughs> 入ったよってことは、全部行くんだよね、これが。うん。あ、こんなに あの上の様子見える場所だったんだねえこれはもう行ったのあそこのバトルフィールドのダメージっていうのはえこれで終わっちゃうのええ本当に いやなんだろういやすごいんだけどハドラのことを考えるとやったぜともうんまさかそれに追いつけなんてねそこすごいよねだからノバくんがこう,こうやって受けてこう後ろがねアローで 投げ払ってたんだ林をうんこうなるんだねこうかっこいい <laughs> 5倍<枚笑>いや1倍も分かんないけど5倍って聞くとすごそうもうレオナ今ギュンってしてるからまた。 うん。いやー、すごいね。いやー、けど、終わりかな、本当に。こんなんで終わってほしくない。立ち上がってほしい。1話で終わらないでしょハドラーは。 <laughs> なんでこんな俺ハトラな肩持ってんだ来 <laughs> たー絶対なんかあると思ったのよ、俺。いや、けど大君が投げられてんのはちょっと悪だね。うんさやが。だからアバウンスタッシュ5倍プラス。 バトルフィールドのあれも着て、勝つたったんだよ。やっぱすげえわ。命の剣うわあ、だからもう最後の生命力だ。だこっからがもうまさに本番になるんじゃないのうーん。 そうだねみんな揃っちゃってるからいやーハドローやばい俺ちょっとハドラー <laughs> あるじゃんやっぱまだこういうのないとやっぱ終わんないよね。 あっさりしすぎてんなと思ったのよよかった <laughs> いやーいや前が見えねえ <laughs> うんブロックもね こういうの、こういうのを求めてたんだよ、俺は。あるじゃん、やっぱり。いや、かっこいい、ちょっと。ハードラー、やっぱ好きだわうん。いやぁ、ダイ君あくまでもね、一人でやるんだ。 うーんいやー頑張れないいやいやハドラーくんもう命を懸けてやってるしないやすごいねなんか <laughs>。 もうこれ逆立っちゃってす、髪の毛。覚悟を決めた表情だよ。うん。いや、早く答えてあげて、この喋ってる間も今ここで消費してるんじゃないの。うん。どうすんの うん。これ、大工にやるとさどうすんだろうやけど、やるよね。一つえまだあったここで二つも出てくんのすごい <laughs>。うん。あー。 やーべー。もう、ノクロで入れてくる。<laughs> いや、今の声あれじゃない地上にまで届いてかもね。あははポップ。<laughs> もう、ここまで言わせたら。<laughs> うーん。あ、受ける。<laughs> あーみんないるってかヒムはもうここで来ないとヒムはあれじゃねえやっぱヒムやられちゃったのうんえライデインストラッシュ的な感じもしかして。 いや、二人ともなんか剣にまとってるけど、ああ、終わる。<laughs> いやー、もうけどいい。終わっていい。よかった。1話ですまなくてよかった。いやー。もう最初さ、正直あの、ハドラ君が一発目で倒れてた時、あの、バトルフィールドとかも行ってたし、まあ5倍っていうのもあったから、 いや、やられちゃうのも仕方ないのかなとも思ったんだけど、にしてはさ、なんか描き方あっさりすぎて、ちょっとポカンとしちゃったんだよね。えこれで本当に終わりみたいな。いやいや、もっと、だって、ハドラさんのなんか、今までのなんか、そういうね、さっきまさに入ってきたさ、ああいう映像入ってきたり、思い語ったりとか、 あと、ヒムとか、ないじゃん、みたいな。立つよね、そりゃ。立つとも。だから、心理の戦い、うんちゃら言ってたけど、結局立ち上がるっていう。<laughs> <laughs> いやー、けど、やっぱハドラーもねー、ちゃんとああやってさ、六段長とか、親衛機団とかね、振り返ってくれて、熱かったっす。 でそれに応えるように大君があのライデリンを剣に落としてどうするかだかなで相手はなんか命の剣命の剣なんかそういう風に生命エネルギーを武器にとか言っているけども果たしてその攻撃力破壊力やいかにってとこですねあとさっきから何回も言ってるけどヒムはもうここでだってさ今からさバチーンってやっちゃったらそれこそ次はいよいよハドラー君さ消えるというかなくなっちゃうと思うんだよね。 本当にヒムケルに穴開けられて終わりだったのか <laughs> だとしたらちょっとあまりにもさあけなさすぎないでも実はヒム生き延びるパターンとかあんのかなけど生き延びたとしてどうなるのヒムがやっぱそうなるとやっぱバーンかなバーンとかと戦う時にヒムが共闘してくれるとかそういう流れになるのかな よ、いやわかんねえ。わかんないけど、ちょっとヒムが気になりすぎる <laughs>。あとは今回あれだよ。前半の方でさ、突然この話出てきたけども、やっぱりあれなんだね。純粋って言葉なんだね、大君は。ポップが勇気になる前は、僕もね、大君はっていうのあったじゃん。ってことは、あの考察をみんな聞いていた時はどんな気持ちで聞いてたの<笑><笑>すごいもどかしかったんじゃないあそこに、そこにあれがあるよ、みたいな感じで皆さん見てたんでしょうか。だからもうね、過去にやったからホワイトボード消しちゃってるけど、 あそこでさ結構みんなそれぞれのイメージを俺書いたけどだいぶいいとこを攻めれてたんですよねすごいもう俺すごい自画自賛 <laughs> あと最後にねく君がライデンストラッシュなんか久々に出してきましたけどもあれがね実際あとはハドラに通用するとあんのかってとこがあるわけで以前使った技だよね最初あれ見た時おって思ったけど確かライデンストラッシュはあった技だから今さらじゃんだから絶対あそこから何かがあるはずなんだよだまたそこら辺もね来週は注目なのかなと思う 思いますはいというわけでいろいろエンディングねあっちこっち行っちゃいましたけどもいろいろお話しさせていただいたんですが皆さんのご自エピソードに対する感想だったり僕のリアクションに対するコメントお待ちしております。以上ゴブタおし,ましたババイバイ